リラクエの花澤です。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、リラクエで使用しているこちらのアロマディフューザーの紹介をします。なんで急にそういう動画なのかというとですね、Amazon からメールが来まして、ちょっと読みます。テポインアロマディフューザー新品使用請求で、こちらは Amazon の販売者でございます。最近出店ばかりでまだまだ経験の浅く微力のものでございます。出品するアロマディフューザーを無料に花澤聖子様に使用させていただきたいです。ご使用感想や商品ビデオなどを YouTube、Twitter あるいは Facebook に登録してお願いいたしますっていうことで、商品送っていただきまして使ってるんですね。で、動画を作ってます。で、これは商品なんですけど、調べたらですね、入ってますかね、テポインアロマディフューザー超音波式アロマ加湿器 500ml 20錠用っていう商品で、小売価格が6250円で、11月の4日の時点で4950円で販売中なんですけれども、これが、まあ、見ましたらですね、なかなか高評価なんですよね。もうみんな5つ星つけてらして、音が静かとか、この色が綺麗とか、目の乾きとかお肌の乾きの予防改善になってくれるとか、長時間使ってられるとか、 USB 充電なので使いやすいとかですね、そういう風になってました。で、実際リラクエでも使ってみて感想なんですけど、これ結構いろんな調節ができるようになってまして、ここにもちょっと絵も描いたんですけど、左から明かりの種類、見てますかね、明かりの種類と明かりの明るさ、それからミストの勢い、それからオンオフボタン、それでタイマーボタンっていう感じで、2時間とか4時間とかタイマーをつけてられるんですね。で、ちょっと色変えたりとかしますけど、これで、色の明るさも変えられるので、暗く、全然真っ暗にもなるんですよ、こうやって。これで真っ暗ですけど、作動してますね。で、ミストの量増やしたり、ちょっとすぐには分かりにくいですけど、減らしたりもできるんですね。で、オン、オフ。で、まあ、今切りましたけど、こういう風に切ることもできまして、蒸気は全然熱くないんですね。で、音も本当に静かで、いいなと思ったのは、水の音がこう、チャプ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 ってなるのが、水の音の癒し効果もあるなと思いました。あと、香りが、本当によく広がるんですね。今まで使ってたアロマディフューザーで、なんかちょっと経つと、もう、匂いがしなくなっちゃうなって思ってて、そういうもんかなと思ってたんですけど、これはもう結構ずっと、まあ、アロマにもよるんですけど、すごい、匂いが持続効果が高いものと低いものとあるので、アロマにもよりますけれども、やっぱり、長時間、香りが続きます。まあ、広いお部屋でもね、20畳用ってなってるぐらいなので、ここそんなないので、狭いお部屋だとより実感していただけるかなと思うんですけれども、ですね、この色もすごく綺麗で、で、作りがシンプルなので、お手入れが楽ですね。で、今、うちで、
用意してるアロマって結構種類あるんですけど、ラベンダーとかグレープフルーツとか、これ混ぜてるやつですね、リフレッシュでブレンドのもので、ミントとラベンダーとユーカリとレモン入れてるものとか、これネロリですね。で、これはベルガモットです。それからペパーミント、それからこれローズですね。それからこれはユズです。こちらはヒーリングで、これも混ざってるやつなんですけど、ラベンダーとライムとマジョラムとパルマローサとマンダリンが入ってます。で、こっちはライムですね。それからこれグリーンティーです。これ私すごい好きな香りが、これは長続きする香りですね。グリーンティーとヒノキ、ヒノキも落ち着きますね。で、こっちはジャスミンですね。ジャスミンもすごくいい香りです。強い、ちょっと香り強く出るので、あの、ほんとすぐ、あ、ジャスミンと思いますね。で、これラベンダーとレモンとシダーウッドとカモミールとベルガモットとマンダリンが入った、これリラクゼーション用の、香りのブレンドですね。こういう感じで種類をご用意してますので、これ基本適当に私が入れるんですけど、あ、入れ方なんですけど、これ今何もやってない状態なので蓋開けちゃいますけど、こうお水をここでカップで入れて、で、アロマもここにポタポタっと垂らして、それで終了ですね。で、蓋閉めておしまいです。すごい簡単ですね。で、お手入れもなんか水全部ない状態にして拭き取るとかだけでいいので、すごく簡単にできるお手入れでいいですよね。細かいパーツとかもないので、なくなったりとかもしにくいと思うんで、すごくいいものいただいたなと思ってます。アロマの香りなんですけれども、お好きな香りにできます。で、今ご紹介したもの以外にもご用意してるものがあります。で、香りによって気分も変わりますので、体に与える影響とかも違いますので、ご要望の改善したい症状だったりとか、まあ、自分の好きな香り嫌いな香りがある方は言っていただければ、来ていただいてからでもいいですし、ご予約の際とかにウェブ予約の時にもこうメモ欄みたいのがありますので、ご要望とかのところに書けるようになってますので、一言入れていただくと変えることができます。はい。で、例えば鼻づまりだったらペパーミントがいいですし、女性ホルモン出したいっていう時にはローズですし、女性ホルモン出すっていうのはやっぱ婦人科系の症状で良くないっていう場合にはローズで対応するできますね。で、なんかダイエット効果のある香りとかもあって、グレープフルーツとかは代謝を上げる、レモンとかね、そういう爽やかな気分になるだけではなくて、こう体の代謝が良くなると言われています。ご遠慮なく申し付けください。対応いたします。わからない方もいらしてから、ちょっとこの匂い好きじゃないとかあったら、ご遠慮なくおっしゃってください。よろしくお願いいたします。で、こちらの商品自体はいいんですけど、ちょっとさっきのメールもあったように、日本語がちょっと良くないんですね、みたいで、まあ、外国で作ってるものなんでしょうね。なので、説明書もですね、日本語じゃなかったんですよね。中国語か英語か、両方あったのかな？なんか、どっちにしても日本語がないので、ちょっとわかりにくかったです。そこがちょっとマイナスでした。でも、アマゾンでこちらの
調べるとちゃんと書いてあるので、その辺の写真とか説明文を見ていただければ分かるようになってますということで、あの私としては結構おすすめだなと思いました。やっぱり今ね、あの4950円で販売中ってことで、今までに買ったディフューザーって2000円ぐらいのものとかだったので、やっぱりそれは違うよなという感じですね。ちょっと高いだけあって、機能がいいです。あの広いところでも長時間持つ、香るとか、まあ、お手入れが簡単とか、まあ、あのイルミネーションが綺麗とかですね、そういうやっぱり音が静かもそうですね。あと安全ですね。これタイマーでもそうなんですけど、タイマーかけてなくても水がなくなったら自然に切れるようになってるんですよ。そこが結構賢いなというか安全だなと思いました。あともう一個、しょうがないことなんですけど、やっぱちょっとこうその周りが湿度高くなるので濡れます。あのびしょびしょになったりはしないんですけど、その蒸気が当たってる面だとか、その周りの床だとかがちょっとしっとりはしちゃいます。そこだけなんか水気に弱いものとか周りに置いちゃダメですね。そこを注意してください。まあ、基本的にはすごい、いい商品だなと思いました。はい、ありがとうございました。